占領期の歴史については、説明せずに終わっているというふうに記憶しております。で、まずこのいろいろあって申し訳ありませんけれども、占領期の歴史1945から452というのに沿ってやっていって、ぜひ記憶資料を読んだり、用語解説をしていったりしていきたいというふうに思いますが、占領体制ということで、アメリカの根本的な占領方針というのが一体どういうものであったのかということに関しては、占領期重要資料というですね、資料の2位、アメリカの初期対日政策という1945年の9月22日に発表された、これはもう、合衆国大統領のですね、声明という形で出されたものですけれども、配布されたものですが、それをちょっとですね、読んでいきたいと思います。で、なお日本の占領は事実上ですね、アメリカの単独占領、米軍の単独占領という形を取っています。で、北海道に関してはソ連が共同占領を申し込みましたけれども、アメリカが蹴飛ばしたという、拒否したというですね、経緯を経て、樺太地島はソ連が占領しますけれども、北海道、四国、本州、九州、それに付属する島々はほとんどアメリカの単独占領という形になります。ですから事実上、対日初期のですね、アメリカの対日政策はイコール占領政策の根本基本方針になるわけですけれども、もう9月の段階でこういう方向が決まっています。で、資料の2というですね、アメリカの初期対日政策をちょっと読みますと、本文書は降伏後の日本国に対する初期の全般的政策に関する声明なり、本文書は大統領の承認を経たるものにして、連合国軍最高司令官および米国関係各省および機関に対し指針として配布せられたりということで、第1部究極の目的として、日本国が再び米国の脅威となり、または世界の平和及び安全の脅威とならざることを確実にすること、どうですね、他国家の権利を尊重し、国際連合憲章の理想と原則に示されたる米国の目的を支持すべき平和的かつ責任ある政府を究極において樹立すること、ですからそういったです、ね、政府が樹立するまでですね、日本がアメリカの脅威とならない、そして、ね、他国を侵略しない、そういうです、ね、国が政府が日本に樹立されるまでは占領を続けるというです、ね、から第2部で連合国の権限ということで、表裏になって申し訳ないんですけど裏に出てますが、軍事占領、1位軍事占領で、降伏条項を実施し、常実の究極目的の達成を促進するため、日本国本土は軍事占領せらるべし、で占領軍は米国の任命する最高司令官、これがマッカーサーですね、の指揮下にあるものですと。で、主要連合国に意見の不一致を生じたる場合においては米国の政策に従うものですということですから、連合国つまり、主にですね、日本の場合には日本大国が中心ですけども、ソ連、中国、イギリス、アメリカですよね、日本と直接的な当選国というのは。で、このような連合国での間で、対日占領政策について意見が不一致の場合にはアメリカの政策をですね、従ってもらうということですから、もうアメリカのですね、占領政策はアメリカが事実上決定すると宣言しているわけです。で、2、日本国政府との関係、天皇及び日本国政府の権限は降伏条項を実施し、かつ
日本国の占領及び管理の施行の、ため充実せられるされたる政策を実行するため必要である一切の権力を有する最高司令官に従属するものですということで、一応天皇及び日本国政府のですね、存続は許されるけれども、それは全て、まあ、連合国の最高司令官マッカーサーに従属するということですね、いうことが、決められています。第3部政治です。武装解除及び非軍事化と、武装解除及び非軍事化は軍事占領の主要任務にして即時かつ断固として実行せられました。日本国は陸海空軍秘密警察組織または何らの民間航空をも保有することなし、軍国主義及び侵略の重要なる推進者は拘禁せられ、将来の処分のため留置せられるべし、軍国主義及び公選的国家主義の積極的推進者たりし者は公職及び公的または重要なる主席責任あるいかなる地位よりも排除せられるべしということなんですけど、ここはちょっとはですね、つまり武装解除及び非軍事化ということに関してはこれはですね、まあ、ポツダム宣言11日直前までは日本は陸軍を中心として、徹底抗戦と、本土決戦ということをですね、主張する部隊が優勢だったわけですよね。で、これがあの8月14日にポツダム宣言を受諾して、天皇の命においてですね、陸海軍に関して武装解除が命令されるとで、いうことでね、でこの天皇の命令にですね、従わずに、武装解除を拒否して徹底的に戦うそういうですね、部隊が、かなりいるのではないかというふうに、まあ、連合国軍側は見てるわけですね。で世界の近代国家の戦争史上を王様の一言でもって今までですね徹底抗戦を叫んだ軍隊が全てですね自発的に武装を解除して降伏するなんていうことはですねあまり類例のないことなんです。で、つまり天皇がもうですね武装解除して降伏しろと言ったら今までですね日本を守るためにですね、徹底的に本土決戦をやって戦えと言ってた強面で言ってた軍隊がさっさとそれに従ってほとんど抵抗で出たしいタイプが全くなく武装解除した。これはあの連合国軍がなんとっていう意味では奇跡的なことだと思われるわけですよね。それと同時に日本の占領はとにかく天皇を利用すれば非常に安くつくと、下手にここでですね天皇をいじって潰すというようなことがあった場合には取り返し、まあ、これはあのマッカーサーも言ってますけども100万の米軍をですね少なくとも数十年張り付けなければならないんじゃないかというようなそのくらいのですね大混乱が生じかねないということを言ってちょっとオーバーですけどねそんなことを言ってるんですね。 ですからこの武装解除これが出された段階ではもうほとんど武装解除は全部成立してますよね。9月わずか1ヶ月でこれはもうですね連合国側にとってみれば天皇のですね、まあ、利用価値が絶大であるということを証明したということになるわけです。で、そこの点はですねいわば戦後の日本のですね出発点のところで非常に大きくね、まあ性格が分かれる決定的に分かれるところですから重要なことだと思います。から、第4部の経済のところですが経済の非軍事化それから2民主主義勢力の助長ということで今あの将来の日本国の経済活動をもっぱら平和的目的に向けて指導せざる者はこれを経済界の重要なる地位にとどめまたはかかる地位に専任することを禁止することですから経済界においても公的追放をやると公職追放をやると言っているわけですね。それから日本国の工業の大部分を支配し来たる産業上より金融上の大コンビネーションつまり財閥ですね
大コンビネーションの解体計画を支持すべきことということで、ここで財閥解体ということを打ち出してますし、その同時に、平和的な産業しか日本国に成立させないということは、軍需産業を含む重化学工業は当初は解体の方針だったわけですね、戦略というのは。で、これが大きく出ているということで、ほぼこの段階においてアメリカの戦略、後にアメリカの戦略政策としてまとめられてくる五大改革姿勢なんかの基本は、この段階においてもうアメリカの国内では一致しているということがあった。で、占領期の歴史の方に、これ持ってくる。占領期の歴史の方に入りますけれども、この占領体制ということに関して言えば、これは何度も言うようですけども、連合国による占領は事実上アメリカの単独占領だ。で、マッカーサー元帥を最高司令官とする GHQ 連合国軍最高司令官総司令部の指導勧告に基づく間接統治ということですから、間接統治ということは直接統治とでは違わないんで、つまり GHQ が上にいるけれども日本政府は一応認めるということですよ。国民から選挙で選ばれる日本政府というのは一応認めて、その政府のに対して GHQ が上から司令監督すると。ところがですね、これね、朝鮮半島北部南からふと千島列島はソ連軍が占領したわけですよね。で、朝鮮半島南部、それから奄美諸島、琉球諸島を含む南西諸島、中心は沖縄です、から小笠原諸島は米軍が占領し直接軍政府ということですから、日本本土のですね、4島を中心とするですね、これね、北海道、四国、本州、九州、四国の4島とそれに付属する島々、一部の島々を除いた地域においては、特に沖縄、小笠原、奄美、こういったところではですね、アメリカ軍が直接軍政を引く、こういう形になって、で、ところで、このあと6年の2月にワシントンに極東委員会というのができました。で、これは連合国軍、主に中心はですね、これね、米英ソ中の4カ国ですけども、それ以外に、日本に宣戦布告した全ての国、13カ国ありますけども、最初はビルマ、パキスタンが入ってませんから、11カ国ですが、この11カ国でワシントンに設置されると。で、アメリカ政府の主導で占領政策は立案ということですけれども、ここでですね、つまりほとんど連合国の中で意見が一致しなければ、つまりアメリカ政府が仲介指令を出すことができるわけですから、中国やイギリスやソ連のような意見が反映されない占領政策、それに対する不満が非常に強まる中で、この年の5月、46年の4月に対日理事会というのが東京に作られました。で、これは先ほど言った4大国ですね、主に日本と交戦した4大国、アメリカのほかにイギリス、中国、ソ連が入って構成されるという形をとる。で、これはいくつもにわたって申し訳ないんですけども、占領期のこの資料の方の、歴史の史じゃない方ですね、ここに図で、ありますけれども、本土の方は一番上に極東委員会というのがあって、これ11カ国出ますよね。で、後に2カ国、ビルマとパキスタンが入って13カ国になりますけども、ワシントンに書いた極東委員会、でこれがですね、最高権威のあるですね、命令を出すということになってますけども、事実上ここからですね、これね、アメリカ政府に行って、アメリカ政府がこれ拒否した場合には中間指令を出すことができますから、事実上アメリカ政府の命令が GHQ に伝えられて、そこから日本政府に伝えられていく。だからそれ以外のところは、沖縄なんかはアメリカ政府がアメリカ軍第8軍に命令を出して、アメリカ軍政府に命令が出されるという形を取っているので、
そこでこの連合国最高司令、最高司令官の右側に対日理事会というのを置いたわけですよね。つまりこれはイギリスやソ連のや中国の不満が非常に強まるわけです。対日戦場に関してね、特に天皇上皇の問題なんですね。天皇をもう戦争責任を問えという声はイギリス、中国、ソ連には非常に強かった。アメリカは当初から、天皇を免責して占領政策に利用しろというのが非常に強かったわけで、そこをめぐって不満が強かったために翌年の4月に東京に対日理事会が置かれた。でこれは建前としてはこの4カ国が GHQ の諮問に応えるという形になったんですね。諮問機関で、ところで、この対日理事会が機能したかというと機能しないわけです。なぜならば諮問機関というのは諮問があった場合どうしようかって相談された場合にそれに対して答え答申を出すわけですよね。だからこんな 4カ国の意見をですね、どうしようかなって言ったらまとまるわけはないんで、めんどくさいから GHQ は諮問しないんです。だほとんど諮問しない。だから答えも出しようがないっていう形でもって、これは事実上形骸化されたわけです。単純に考えて。だから機能しなかったというふうに単純に考えて。少しは機能するんですよ。憲法をめぐる問題とかね、天皇の戦争責任の問題とか少しはいろいろ意見は言うんですけども、ほとんど諮問答申という形態を取らなかった。だから、事実上アメリカが好きなように日本の戦場政策を決定したということになるわけです。で、ところで GHQ の命令というのは日本政府に対して GHQ が、命令や勧告を出すわけですけども、この命令は、どういう形式を取ったかというと大日本帝国憲法の手続きにおける天皇の緊急勅令。これは、天皇は大日本帝国憲法では天皇はですね、帝国議会閉会中は法律に関わる勅令を出すことができるというものが大日本帝国憲法では天皇大権として決まってますので、つまり法律と同様の効果を持つ天皇の緊急勅令という形でもって GHQ の命令は日本政府に出されるわけですね。だからこれは拒否することができないわけです。日本政府はこれを受け入れて実行する以外ない。で、そういう形態を取った。でただしこれはあの1947年の5月3日に大日本帝国憲法から日本国憲法に変わりますよね。47年の5月3日に日本国憲法が施行されたと同時に、これはですね、ポツダム政令と呼ばれて、内閣の政令の形式をとって法律と同じ効力を持つという形で、ですね、出される。ですから、日本国憲法が施行される以前は、大日本帝国憲法における勅令の形をとる。日本国憲法施行後はポツダム政令、大学の政令という形をとっていずれにしろ日本政府に拒否権はないですから、52年ですね、の4月28日にサンフランシスコの平和条約が発効して日本が独立を回復するまでは、GHQ の命令は絶対的な命令としていわば日本政府に押し付けられるという。その同時にこの下に プレスコード、ラジオコードというのがありますが、ちょっとですね、これも
用語の解説のところにちょっと面倒くさいことなんで書いてきましたけども、最近非常に注目されてますけどね、プレスコードラジオコードっていうのは簡単に言うと何かっていうと、まあ、ここに、まとめておきましたけど、1945年9月19日に GHQ が指令した新聞ラジオ報道規制の覚書です。で、占領軍に対する批判の禁止などが定められ、10月5日から事前検閲制が取られています。事前に検閲して、原稿を検閲して、GHQ が良しといったものしか発表することができなくなるわけですね。新聞記事も、ラジオ報道も。で、48年7月以降は事後検閲となり、49年10月、検閲制は廃止されたが、司令は51年のサンフランシスコ平和条約締結まで存続ですから、一応ですね、これね、米軍の占領期に、まあ、日本の多くの世論はですね、アメリカ軍をですね、これね、自由の象徴としてですね、言論なんかですね、これね、自由を保障してくれる解放軍というような受け方が非常に強かったわけですけれども、実態としては、米軍占領下においては、言論の自由は存在しなかったということです。つまり、一切、占領政策に対してですね、都合の悪い情報に関してはですね、プレスコール、ラジオコールによって事前に検閲されたり、事後に検閲されたりして禁止されると、こういう形態を取り、事後の場合にもこれをですね、あえてやったということによって処罰条項もついてますよね、これは。だから、そういう点でですね、言論の自由が存在していないと、いうことが、から2番目のところで、それじゃあ、この GHQ の占領下において、まずどういう改革がですね、なされたのかということなんですけども、まあ、2の戦後改革というところに行く前に、ちょっとですね、これね、戦後改革が1945年の10月半ばに、の五大改革指令から始まる。じゃあ、敗戦後、まあ、8月15日に一応ですね、これね、玉音放送を出して敗戦を認めて、約2ヶ月間というのは一体どうなってたのかと言いますと、戦前体制が続いていたわけですよね。つまり、この2ヶ月間のアメリカ軍の占領下においても、実際には8月の末、31日から占領ですけれども、戦前の体制はそのまま続いている。つまり、治安維持法も生きてますし、国防保安法も生きてますし、秘密警察もある、特攻警、特別行動警察もあるし、国内の政治体制は全く変わっていない。で、政治犯も収容されたままと、こういう状態です。だから敗戦によって劇的に変わるわけではないけどね、2ヶ月間ずっと戦前の体制が続きます。で、その理由は、一番大きな理由は何かといったら、8月14日にポツダム宣言を受諾して、翌日鈴木貫太郎内閣が総辞職しますけれども、その後すぐに歴代唯一の皇族内閣である東の国宮成彦が組閣して、国体護持ということを承諾して、それと同時に、つまり戦争責任に関しては国民総懺悔という形でもって、全ての国民に戦争責任があるという形でもって、いわば、戦争責任の体制を棚上げするという中で、2ヶ月間一切のですね、 GHQ の改革要求に対して、これを、ね、実行しなかった。で、こういう中で、この2ヶ月間の中でですね、これね、次々と政治犯などが獄中で死んだりするわけです。で、特にアメリカを刺激したのが、まあ、アメリカでよく知られた哲学者の三木清が10月に獄中で死ぬわけです。で、これをめぐってアメリカの世論人が、ね、要するにマッカーサーが率いる GHQ のがです、ね、日本の民主化に関して何も役割を果たしてないという形でもって、相当強い世論が突き上がってくるわけです。で、これを受けて10月の4日に GHQ はですね、人権指令とか民主化指令と言われるですね、指令をこの東国宮成彦内閣に出すわけです。
でこれはちょっと初期の重要用語解説に書いてきましたので、ちょっとここを読んでみますね。と人権指令は45年の10月4日、GHQ が発した政治的、公民的及び宗教的自由に関する制限の除去に関する指令部の覚書に載せると。で、天皇制批判の自由や、思想宗教の制限に関する法律、勅令と一切の廃止を指令。具体的には、治安維持法、国防保安法、宗教団体法などの法令の廃止と、それにより公金投獄されている人々の釈放、特別高等警察の廃止が命ぜられ、東国の宮内閣はこれを受け入れ不可能として翌日総辞職と、こうなって投げ出した。で、結局だから、この、ね、全く10月4日までは、ね、ほとんど日本の体制は変わらない、変わっていない。で、これで投げ出してしまって、もう大変なおじいさんですけども、まあ、昭和初期にですね、これね、いわば対英米協調外交を唱えた篠原喜十郎が、71歳のおじいさんですけども、引っ張り出されて、内閣を組閣するということです。で、この篠原内閣が組閣すると、すぐに、マッカーサーからこの篠原内閣に口頭で伝えられたものが、ね、五大改革してる。で、今読んだプレスコード、ラジオコードの下に五大改革指令があるとですから書いてあるんですね。45年の10月、マッカーサーが篠原市長に報道で伝えたし、で、参政権扶助による夫人の逮捕、労働組合の結成奨励、教育制度の重心化、秘密警察など圧政的諸制度の廃止、経済機構の民主化の目標を目的に。で、この五大改革指令を、ね、篠原喜十郎内閣が一つ一つ実行していくことによって戦後改革という大きな改革がなされたんだとされています。で、この戦後改革を挟んで日本のですね、これね、政治や社会の形が大きく変わった。つまりこの日本の排斥によって日本の歴史はですね、一旦ここで断絶して新しく変わる日本の社会制度仕組みが変わったんだと、こういうふうに、見ていたのは戦後ですね、ね、しばらくの歴史学の通説であります。で、現在はそういうのを断絶説と言いましてね、現在はそうではなくて、この戦前体制と戦後の体制っていうのは戦後改革を挟んでも断絶せずに連続している部分が大きいのではないかという説の方が今は主流になりつつあります。で、それはどういうことかと言いますと、つまり日本の場合には、ね、いわばこの総力戦体制というのは基本的には37年の日中戦争の後、38年に国家総動員法が引かれて、38年から45年までというのは総力戦体制のもとに、日中戦争、アジア太平洋戦争を戦っているわけですね。この総力戦体制のもとでは全ての人的物的資源をできるだけ効率的に戦争に費やすということによって、そういうですね、ことが社会の主目的になりますから、そういう点から言うとさまざまな社会的な階級差であるとか差別であるとかそういうものが実況的に平準化されていくと。だからこの総力戦体制下において大きな、それ以前のですね、日本の体制との断絶があるのであって、戦後改革というのはこの総力戦体制と連続する形でなされているんだという説が強くなっています。で、これはちょっとですね、説明がありますけど、例えばね、この総力戦体制下においてはですね、男がみんな戦争、ほとんどみんな戦争に行きますから、女性の社会的な進出が一気に進む。つまり女性もほとんど工場に導入されて労働させられるわけです。だから今までですね、女性は
政治的に無権利に置かれて家庭の中にいろというようなね、そういう旧民法の下での保守の下でのですね、この、ね、支配の下での女性の地位っていうのは、この総力戦体制下においてかなり変化するわけです。大丈夫、男がいなくなるわけですから、戦争に行っちゃうだから15のです、ね、中で女性が社会的に進出せざるを得ない。だから、例えば五大学改革者の中の例えば労働組合の結成奨励ですけれども、この労働組合の結成奨励にしても、工場工場において産業報告会というのが作られてですね、三法運動、産業報告会運動というのが行われて、産業報告会というのが全労働組合が解散させられて、総力体制下では産業報告会にが職場ごとにできていくんですね。この職場ごとにできていく産業報告会が戦後の労働組合運動のいわば中心部隊になっていく。ですから労働者が自分の生産点において生産に関してできるだけ効率的にしないとね、産業選手として生産を上げるためにどうすればいいかということに関して職場ごとでですね、話し合うようなそういう体制というのは総力戦体制下に作られています。で、そういう点から言うと逆にね、こういう戦後改革の中で総力戦体制下でですね、いわば推し進められた改革をさらに法的に保障する形で前に押し出す、こういう側面を持った改革っていうのは一気に成功していってですね、現在まで続いていくわけです。例えば典型的なのが農地改革ってやつですね、農地改革によって規制地主制というのが廃止されて、農民のですね、大多数が一握りのですね、地主が高地の大部分を持っていて、農民の大多数がいわばですね、小作農としてやっと食えるというような状態で、生活面にあやいでいる。こういう状況下においては何だって総力戦におけるですね、食料の自給というのがあって魚になっちゃう。つまり総力戦を戦い切るための食料の増産ということに関しては、このですね、規制自主制のような実際のですね、耕作農民に勤労意欲が湧かないような話ではダメなわけですよね。そうすると例えばもう38年の大会で例えば農地改革に関してはですね、直接法なんていうのが引っかかれる。で、つまり地主と小作の関係をですね、政府の間に立っていわば是正するようとするような、こういうですね、農地調整法がもう38年の段階で作られちゃうんですね。で、戦後の農地改革っていうのは実はこの農地調整法を再改正する形でもっていわば農地改革が断行される。ですからまさに農地改革なんていうのは総力戦線体制の延長線上にある。つまり、食料の増産にとって一人握りの規制中心が高地の大部分を持っているような体制はですね、総力戦線体制下では不効率だということになれば、そこはですね、いわば全部上から潰されていくわけで、ですからそういう点から言うと戦後改革っていうのがある程度この総力体制下でやられていることの延長線上にいわばそれを保障するという形でなされている。で、逆に言うと総力戦体制下でね、いわば、方向がつけられたものと逆の方向で改革がなされたことに関してはどうなっちゃうということだ。典型的なのは財閥解体ってやつなんですね。で、一応財閥は解体されるけれどもですね、軍需産業を含む巨大独占企業とか重化学工業の解体ということに関してはこれはですね、いわば総力戦体制下とはですね、真逆のいわば政策だ。こういうのはですね、結局不徹底に終わって、次々と復活してくるという言い方で出てくる。だからそういう点から言うとですね、
最も今問題になるのはね、やっぱり教育とかそういう部分ね、改革が現在逆行してるんじゃないかという切ない感じもするのは非常に強いわけだけど、戦前体制が復帰していくことがあるんじゃないかという強いわけだけども、これもですね、要はね、総力戦体制か、つまり天皇のもとに全ての国民を戦争に動員されするようなそういうですね、イデオロギー教育というような、ね、ものが総力戦体制化なされて、これを否定する形でもって戦後改革がなされますけれども、それは徐々に元に戻されるということを、が戦後ずっと続いてくるわけで、まあいくら戦前体安倍内閣が戦前体制に行くとかなんとか言ってあって、ここまでは日本のですね、保守層がここまでは戻そうとしないというね、典型的なものは一体何かって言ったら家族制度ですよね。これだけはまだ復活しようというのはしていくら日本の保守政策どこにも出てこないですよ。高校博士団というね、特権的な身分階級がいて、それがしないとね、貴族院議員のですね、いわゆるね、出身母体になっていて、この体制はしないとね、一切復活の芽が出てこない。そういうところありますけど、で、じゃあ具体的に戦後改革の分解で五大改革チェーンのここを見てみますと、まあ参政権付与による婦人の解放というのが最初に出てきます。でこれに関しては石原基準内閣は1945年の12月に、衆議院議員選挙法を改正します。でこの衆議院議員選挙法改正によって満20歳以上の男女に選挙権が与えられる。それ以前の普通選挙法は25歳以上の男子でしたよね。だから、人口の 20% くらいしか、20% ちょっとくらいしか、いわば、参政権を持ってなかったわけですけども、20歳以上というのは5歳引き下げられますし、その当時に女性に初めて選挙権が与えられているということで、人口の 50.4% が参政権を獲得した。で、翌年の4月、46年の4月の衆議院議員選挙は最初の、本格的な普通選挙です。だから次に、労働改革ですけれども、つまり、労働基本権と呼ばれるとしますよね、いわば、労働者の団結権とか団体行動権とかね、葬儀権、こういったものを、団体交渉権とか団体行動権、葬儀権ね、ストライキ権、こういったものを保障すると、いうことを、12月に労働組合法で決定します。で、これは労働基本権、つまり労働三権を法的に保障したもの。で、翌年の9月には労働関係調整法。で、ストライキが行われて労働争議が泥沼化した場合にはですね、これね、いわば労働委員会が間に入って、労働争議の斡旋とか調停とか仲裁をやっていく、そういうですね、これね、いわば、労働関係調整法が、ね、制定される。だから、さらに翌年に労働基準ね、で、労働条件の最低条件を決めるということで、例えば週48時間、今40時間ですか、労働が基準であるとか、最低賃金であるとか、労働契約の問題とか、こういったことに関して決めて、これで労働基準監督署が設けられて、労働基準法を各企業が守っているかということをですね、こうね、いわば監督するというシステムになるわけです。昨日デタラメの法案がまた強行採決されましてね、またまた労働法制が改悪されましたけども、この労働基本権の基準法というのはほとんど骨抜きにされていってますよね、最近ね。で、今日の新聞の見出しを見たら、財界はさらに労働緩和を期待と言ってました。日本は最も労働者が働きやすい国にするんです。に安倍内閣が言ってますけど、つまり逆でありまして、経営者が最も労働者を使いやすい国にするこういうことにするという指示のもとに、この
戦後の労働改革は急激に農政化は急激に軽減化しています。で、47年の7年という段階は戦後の労働運動の一つのピークを迎えた時で、ここはですね、基準法さらに翌2ヶ月後に片山鉄内閣の下で、まあ、片山鉄内閣、まあ、社会党主犯内閣ですよね、が労働省を設置するということで労働法行政を、労働省もなんかですね、いつの間にか厚生省とくっつけられて厚生労働省になりましたね。今変わっております。で、48年の労働組合数は667万人、これは戦前の最高は42万人ですから、急激に増えるわけですよね。でもこのですね、このね、667万人という、それで各ですね、ね、企業別にバーッと労働組合が出てきていく、そのですね、このね、いわば母体になったものは、総力大戦下の産業報告会運動だから、これは三歩と言われる職場ごとに戦前期は全労働組合が解散させられて、労働者は企業選手として国に報いる、そういう産業報告会が職場ごとにできてくるんですよね。で、これがいわば戦後の労働組合になっていくわけですよね。ですから、そういう点から言うと日本の労働組合の、戦後の労働組合の天下に冠たる特徴、企業もない労働組合と、それからですね、ね、民間のこういうですね、こうね、表情に出てくる三方運動というのは最初から、ね、国に報いるために生産をどのような形で効率を上げるかということを目的として作られた組織が労働組合になっていくわけですから、労使協調に基づく生産性の向上ということに関して非常に最初からですね、妥協的な労働組合運動が作られる可能性があったわけです。現在それがそのままの形で今の連合派につながっているというふうになるんですよね。で、そういうところは切れてないわけですね。で、だから数だけ増えてるけれどもですね、これね、その質を問われると、いろんな問題が最初出発点からあった。だから教育改革に関してはこれは非常に手こずるんですね。アメリカからですね、教育改革施設団とか何度も来てですね、これね、日本の教育を変えようとしますけれども、これは明治以来ですね、これは非常に国家主義的な教育というのがですね、がんじがらめになっている教育制度ですから、これを変えるのは非常に難しい。で、45年の10月に、これはですね、これね、教職追放令が出されて、職業軍人とか軍事主義者などを教職から追放する。で、戦前のですね、いわば中学校にあれば、職業軍人がですね、これね、いて軍事教練やってたわけですからね、これね。で、そういう、で、45年の12月に、これは GHQ 司令で、修士、現在の道徳ですね、から、日本歴史、地理の授業が停止された。これはあまりにもですね、軍国主義的な内容を持っているために、授業そのものをまずやってはいけないという形で停止される。で、これらの教科書は全て回収されまして、それかその他に国家なんかみんな回収されるんですよ。そして軍国主義的な要素であるとかですね、非民主主義的だというふうに GHQ が見なしたものに関しては墨塗りが命じられた。だから、墨塗り教科書というのを使わされる。この中でも戦後すぐに小学校教育を受けられた方は、墨塗り教科書を体験された方も、まあ、80代の半ばぐらいの方にはいるのではないかというふうに思いますけれども、こういったことが、で、47年の3月に、教育基本法と学校基本法、教育法が制定されて、これでですね、いわば戦後の教育改革の国家が扱われる。で、47年のというのは、
先ほど言ったように5月3日に日本国憲法が、46年の11月3日にね、日本国憲法が、ね、公布されて、5月3日、47年の5月3日に施行されますけれども、この憲法と教育基本法や、つまり学校教育法というのはセットなわけですよ。憲法に基づいて、つまりね、教育基本法が決められている。ですから、教育基本法も、日本国憲法に基づく教育の理念を明記ということで、日本国憲法と同様、教育基本法は全文があるわけですよね。で、教育基本法はあくまで戦後の教育の理念をですね、定めたこと、同時に定められた学校教育法は具体的な教育制度を定めた。で、それと同時にですね、翌年に教育委員会法が変えて、教育行政を担当する教育委員会を都道府県にですね、設置するということになって、最初の教育委員に関しては、最初は高専生が控えてますけども、これは56年に教育委員の任命制という形に鳩山内閣がですね、任命制にする。という形で変わっていく。で、教育基本法に関しては、これはですね、これね、安倍内閣の下でその性格を変えましたから、ちょっとですね、これね、戦後改革というのと、現在を得る、許されている教育との関係が、この改正をめぐっては非常にはっきりクリアに出てきますので、ちょっと資料を読みます。資料集の、資料集というか、戦領記巡洋資料の3ページに、教育基本法と、それからですね、2006年に変えられた改正教育基本法の、ちょっと、両方ともちょっと言いまして、長いんですけどね。で、教育基本法は憲法と同じように全文があります。で我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意をしました。この理想の実現は根本において教育の力にまつわるものである。我らは個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。でここに日本国憲法の精神にのっとり、教育の目的を明示して、新しい日本の教育を確立するため、この法律を確定する。第一条、教育の目的。教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をよっとり、勤労と責任を持ち、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。で第3条で教育の機会均等で全て国民は等しくその能力に応ずる教育を受ける権利を与えなければならないものであって人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって教育上差別されてはならない。第10条で教育行政で教育は不当な支配に服することなく国民全体に対し直接に責任を持って行われるべきです。で、これが2006年の安倍内閣の下でこの教育基本法が全文を含めてどういうふうに変わったかということなんですけれども、そんなに変わったと見せないで本音をですね、ね、もう違い違いと見せてるわけですけども、まず変わったことは出だしです。我々日本国民になって、主体がもう日本国民なんですね。で、我らからばっかりですね、ね、日本国民になるんですね。で、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献するところを願うものです。我々はこの理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真と正義を希求し、公共の精神を尊び、
豊かな人間性とその作用を備えた人間の育成を通じて伝統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進するとなる。つまり、ここでね、公共の精神の部分というのがまずあるんですよね。こういう制限は最初の教育基本法にはないわけですよね。で、公共の精神というのが一体どういうものを指しているかということが不明なままに、つまり、いきなり公に奉仕しろと公を問うとこということがあるわけです。だからそういうですね、要するに国家を発展するための理想を実現するために教育というものがあるんだというわけですね。教育の目的が大きく変わるわけですね。で、つまり、この辺りも出てくるわけですが、ここに我々は日本国憲法精神に乗ってここまでいいんですけど、我が国の未来を開く、教育の基本を確立する。ですから主体は個人ではなくて国家になるわけです。そういうですね、いわば国家が非常に個人から国家に全面的に教育の価値観が変わっていく、そういう前文になってしまう。で、各条文の教育の目的もそうなんですけどね、教育は人格の完成を目指し平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期している。で、つまり民主的な国家を得れば社会の形成者として必要な資質というのはこれ誰が決めるのか、国家が決めるわけですよね。だから、こういう形でですね、いわば国が教育そのものに関してですね、教育の目的も教育の内容も非常にですね、型にはめていく、そういうところが如実に出てくるように変わっていくわけです。で、第2条、裏に第2条が出てますけども、第2条が教育の目的として、教育はその目的を実現するため学問の自由を尊重しつつ次に掲げる目標を達成するように行えるものとして5大目標が出てるんですけども、全部読んですと時間がありませんからあれだけどね、3、4、5が問題ですね。特に3と5がね、3でですね、正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずくともに公共の精神を持つ、また出てきますね、これね。公共の精神というのは必要なものですよね。で、主体的に社会の形成に参加し、その発展に寄与する態度を示したものです。公共の精神、つまり公に奉仕する精神ですね。公やけというの。から五で伝統と文化をする、それを育んできた我が国と郷土を愛するに。他国を尊重し、国際社会の平和が発展すると、ここに言ってることは悪いことないんですよ。だけど伝統と文化を尊重しというのはどういう伝統であり、どういう文化であるかということを抜きにしてね、犠牲者に都合のいい伝統であり文化になるわけですよね。だから、国土と郷土、国と郷土を愛するなんていうことを、ね、いわば、法律で強制されるようなものではないというのが当たり前のことでありまして、こういうことをですね、掲げるようになるということが、個人のですね、いわば教育というのは最もですね、個人の内心の自由に関わるものに対して国が全面的に関与していく、そういう姿勢をもろに、そういう教育基本を変えられているわけです。で、少なくともこれは元に戻すべきですよね、僕はそう思いますけどね。この法律はこういうふうに変わったことによって後々すごく効いてくるような気がしますね。で、現在の教育をめぐる混迷というのはこういうところにすごく現れてくるわけです。実際にこんなことを言っててですね、学校教育ではですね、ね、いじめだなんだか盛んに起こってね、学校に行かすこと自体がですね、子供を殺すことにつながりかねないような現状が日本の学校教育では起こってるわけです。それをどうするのかと
どうしてそういうことが起こるのかということを抜きにして、こういうことを、いわば根本理念を変えていくということが現在進行しつつあるんだということを重点に伝えています。まあ、余計なことという場合なんですが、一応戦後の教育改革に関しては踏まえておくので、だから圧政的諸制度の廃止という2ページに戻りますね。これは45年の12月、10月の五大学術規定を受けて、すぐに藤原秀雄の下で治安維持法や治安警察法、国防保安法といった一連の治安立法が廃止されます。だから全政治犯思想犯が釈放されました。全政治犯思想犯が釈放されるから10月に日本共産党をはじめとしていろいろな政党が続々と結成されるということになるんですよね。で、さらに47年の7月には、いわば、特別警察行政を担当する最高機関である内務省が改革され、廃止される。から、第5番目の経済の民主化、これは大きく分けて2つですね。財閥を解体することと農地改革。で、財閥解体に関してはちょっと重要要解説に書いておきたいと思いますね。重要要項解説の1ページ目に財閥解体というところで、日本の軍国主義、侵略主義の基礎を構成した財閥を中心とする独占的な経済支配体制を解体する一年の政策と、45年11月の持ち株会社解体支援に始まり、持ち株会社解体、財閥同族の企業支配力排除、株式所有の分散化、独占体制の復活組織が図られたが、冷戦の激化により、占領政策の転換により、不徹底に終わったということですけれども、まあ、財閥、結果的にですね、日本の財閥解体というのは、財閥は解体されたけども、独占資本は残ったと言われるんですよね。結局、こういうことですね。財閥って言われるものは、日本的なコンツェルン形態、いわゆる経済学でいう世界的な林を持ったコンツェルン形態ではないんだ。で、つまりどういうことかって言いますと、頂点に持ち株会社がある。例えば三井は財閥だった、三井工業、三菱の方が分かりやすいですね。三菱合資ですね。合資会社とか合名会社という形で形を取るわけですね。だから持ち株会社っていうのは一番上にあって、この下に様々な部分の親会社があって、この下に子会社があるという形で、こういうピラミッド形式を取るわけですけれども、これ親会社ね。とここの一番上はの持ち株会社というのは、例えば三井だったら三井合名、三菱だったら三菱合資というような形で、ここは株式会社ではないよ。閉鎖的な同族資本。三菱業者だったら岩崎家なんですよ。ここを持ってる。
だからそういう点から言うと、こういう持ち株会社が例えば三菱だったら三菱銀行、三菱商事、三菱重工というね、から三菱金属というような、そういうですね、これね、いわば親会社の株を持つ、この親会社が関連する子会社の株を持つという形でもって、コンセルン的に記者して、しかも、この親会社からですね、役員を次々とですね、派遣していくという形で、こういう形でコンセルン形態を整える。こういうのをですね、これね、が採用する。ですから、これは一般的な、非常に日本的ということは、閉鎖的なコンセルン形態。戦後の財閥解体というのは一体何をやったのかって言ったら、この閉鎖的という部分をなくした。だからつまり財閥解体指定は15財閥の資産を凍結して、46年の4月にここにあるようにね、持ち株会社整理委員会を作って、持ち株会社や財閥が家族が持っている株を、株式を強制的に譲渡させて競売に付したんですね。だからそういう点で持ち株会社や財閥家族が持っている産業支配力はなくなした。で、ところがですね、だから三菱系の企業に対する岩崎系のですね、これね、直接的な株式を通じ、保有を通じた支配力がなくなすわけですけど、ところがこの後に残るものは何かって言ったら、持ち株がこれが消えた時にどうなったかというと、旧財閥というのは全てその内部に巨大な、つまり銀行資本を持っているんです、ね、例えば三大財閥は三井銀行、三井銀行、住友銀行、それに、まあ、ね、いうような、巨大な銀行資本がそのまま残りますから、その銀行のですね、系列の融資を通じて、そのままの形でもって、いわばコンセルン形態は、中核となる金融資本のですね、融資によって、効率的なコンセルン形態。だから、そういう点から言うと、この戦後の財閥解体において、財閥は解体されたけれども、日本的なコンセルンはさらに発展した効率的なコンセルンとして残っちゃう、企業集団という形で、でそういう点で不徹底に割るというか、ものがある。でところでここでね、なかなかはっきりさせることができなくて非常に残念なところなんですけども、この財閥解体の時にいつも僕はね思うんですけども、戦前期を通じて最大、日本最大の土地とですね、株を持ってたのがですね、三菱は三菱、三菱じゃないですよね、天皇家です。それがそのですね、天皇家の資産がどのように処分されたのかということがほとんど分からないですよ。だから例えば天皇家が持っていた山林であるとか、戦前の最大の、ね、山林住所、山林とか土地とか、そういうものは国有地に編入されて、そういうあれもあるんですけども、天皇家は三井、日本郵船をはじめとしてね、日本の優良企業のほとんどの大企業の、筆頭株主に近いような、そういう株式の集積してたわけです。そういうものがどういう形で処分されたのかというと、非常に不透明なところが多いわけです。なかなか出てこないですね、これね。隠してる部分があるんですよね。だから、そこのところがすごくつないですね。例えば農地改革なんかも、一応農地はですね、これね、地主が、既成地主が持ってた土地はですね、これね、いわば、強制的に買い上げられて小作の地主に払い下げられる。じゃあ一番の地主は天皇家じゃんか、これどうなったんだろうって時にはっきりわからないわけですよ。出さない、そういうところが経済市場のネックになっちゃってる。
だからこれほとんどの研究所見ても出てこないですよ。で、まあともかくとして一応民間のそういったさっき言った巨大財閥を中心とするような巨大財閥は解体されていきます。でそういう中で財閥と言われるような日本型のコンツェルンはですね、もうちょっと効率のいいようなコンツェルンに変わっています。で、それからですね、47年の4月に、独占禁止条が来たんです。で、まあ、カルテル、企業が提携を結んでですね、生産量や価格を決めている、そういったカルテルが禁止されています。トラストという企業合同ですね。それから、親会社を通じるとする株式持ち合い保有によるコンセルン権、こういったものに歯止めがかけられて公正取引委員会が監視するという形を取ります。建前ですね。でからこの年の12月にはさらにね、一社でもって市場を、ね、自由に左右できるような巨大独占企業に関しては、企業の解体が図られる。例えば日本製鉄がですね、これね、八幡製鉄と千葉製鉄に分割されている、こういう形を取るわけですけれども、これらの独占禁止法とか過度経済力集中排除法っていうのはもともと総力と選対者の中で使われてできたものに対してそれを推し進めるんじゃなくて逆行する政策ですね。こういうものはうまくいかない。だからほとんど骨抜きにされていって次々と元に戻ってきた。だから過度経済力集中排除法で一度廃ですね、これね、いわば、分けさせられた。例えば日本製鉄というね、製鉄5社がですね、官営新しい社と民間の製鉄5社が合併して総力戦体制下で日本製鉄という巨大な国策会社ができますけども、これが八幡と千葉に分割させられるわけです。ただしこれも後々は新日本製鉄という形でまた合併しちゃう。でこういう形で、この過度経済力集中排除法も一時的にはですね、巨大資本の分割に向かいますけども、結局占領政策の転換によって、325社がですね、指定されますけども、完全に分割されるのは十数社なんですよね。ほとんどが元に戻っちゃうという形で、ね、だから経済の民主化に関しての財閥解体は、財閥は解体されたけれども独占所というのはより効率的にですね、再編強化だという評価がある。だから農地改革に関しては、これはもう先ほど言った通り総力戦体制下でも規制重視制はネックになっちゃってるんですね。農業生産力を上げる上でもですね、人切りの規制重視が、ほとんどの工事を持ってるなんてね、ということがネックになってますから、これは徹底的にやろうとする。で、そういう中で、まあ、農地改革はちょっと横し重要解説に書いてきましたけど、2段階に分かってございますね。で、農地改革に関して GHQ の主導により民主所有地を小作農民に譲渡させ、規制地域に制を解体したときからということで、45年の11月、自然派内閣が農地調整法を改正して着手したが、GHQ の不徹底との批判により中止されたと。これ、5兆部以上を認めることですね。うん、で、なんだろうね、で、GHQ が不徹底だったので、中止になった。で、46年の10月、これは吉田茂内閣が農地調整法を再改正。だから元々の農地調整法なんです。で、農地調整法そのものは38年総力体制から決められている。で、これを再開してのつもりと自作の創設特別措置を制定し、不在重視の全貸付地と財産重視の1兆部、北海道は4兆部を超える部分の、強制買収、小作人への譲渡に入れちゃう。農地委員会というのが作られて、ね、地主が持っている土地はですね、強制的に買収される、買い上げです。ほとんどタダで取り上げられたみたいなんですよね。
で、ただ同然の値段で小作人に払い下げられる、こういう形です。でこれが第2分の1分ですね。でこれはかなり徹底的にやられてます。ですから47年から50年に実施されて全小作地の 83% が開放。だから日本の全工事の 90% は今自作地なんですね。小作地は 10% しかない。で、これだけ大量の自作のが設置されている。で、ただしこのですね、これね、農地改革がもたらした問題っていうのはね、もうこれは徹底的にですね、これね、いわば規制巡視制を解体して、全耕地の 90% を自作地にしたんだけど、その結果ですね、これね、5単位以下の非常に困る零細農家が激増しちゃうんで、そう農民のほとんどが5単位以下というのがそういうですね、ね、小農民で、それから失うべき財産を持ちますから、ですね、ね、農民数がもしかしていわば、戦後の保守党のですね、基盤になったのがこのですね、いわばもしかした小農民数で、この農地改革の成果は52年、つまりサンフランシスコ講和条約が成立して日本が独立を回復すると同時にすぐに農地法と、これは現在できてるんですね、が制定されて、農地改革の成果が元に戻らないように、農地を他に転用できないような、勝手に譲渡できないような、売買できないような、そういう制限を加えて、ですね、農地改革の成果を維持するという政策が占領後も続けられるという。で、あと農地改革の問題点としては山林は全く、ね、未開放だから、山林地主というのが、ね、最大の山林地主は全国であるんですよね。から次に3ページこれちょっとバンバン進んでしまいますけども、公職追放というのが3ページありますね。公職追放については英語集の重要用語されているの2ページに書いてあるね。と、ポツダム宣言に基づき軍国主義者超国家主義勢力の、永久除去のために取られた一連の措置、45年10月の特攻教育パーティーの中に、戦犯職業軍人国家主義団体、大西洋参会の有力者などを公職から追放したという。後に情報公職、経済界、言論界にも拡大し、合計20万人以上が追放された。で、50年以降、追放解除が始まり、52年4月のサンフランシスコ平和条約の発効により、追放制度は消滅したと。50年に朝鮮戦争が解放され、開始されると一気に逆コースで、ね、保守化が始まって公職追放が次々と解除されると同時に何が起こったかというと、この公職追放令を利用する形でもって今度は軍国主義者ではなくて共産党よりそれの同調者を公職から追放するというレッドパージというのが起こる。だから公職追放というのはですね、50年までは軍国主義者、国家主義者を公職から追放する、50年以降はレッドバージョンになって共産主義およびその同調者を公職から追放する、こういうことに利用されているわけです。で、まず戦争追放、戦争責任の追及の第一歩がですね、こういった20万人にも及ぶ軍国主義者情報の、公職からの追放、さらに直接的な戦争犯罪人の逮捕という。で、戦争犯罪に関しては、通常 A 級戦犯と B 級戦犯、C 級戦犯というふうにですね、分ける。で、面倒くさい区分はともかくとして、A 級戦犯というのは戦争主導者に対するですね、罪ですね。平和に対する罪というふうに呼ばれます。
で侵略戦争の計画準備開始遂行その他の共同命令、これが A 級戦犯から BC 級戦犯は、ね、日本の場合には BC 級戦犯に関しては区別がなかった、まあ通常不良の殺害等虐待などの戦時国際法違反、このそれから C 級の非戦闘員の虐殺の人道に関するということですけども、BC 級戦犯が非常に多かったというのが日本の特徴ですね。だって日本は捕虜というのをその事実上認めなかったわけですよ。これは、ね、帝国軍人はです、ねね、生きている死ぬの恥ずかしめを受けずという感じじゃなくて、捕虜になるから自殺しろと言われてたわけですからね。逆に言うと敵兵に関してだって降伏ということを認めなかったという部分があるので、ほとんど殺されてますよね。降伏した、日本軍に降伏した帝国軍人。なお、なんか加藤陽子さんが言ってましたけど、そうですね、日本軍に降伏した、つまりはね、捕虜になったのは、アジア人、中国人を含めたアジア人は、つまりはね、数十人単位なんです、ね。みんな殺されちゃうんですね。ね、ところが、アメリカ人やイギリス人に関してくるようになってるんですよね。だからそういうところにも日本の戦争のダブルスタンダードがあるんですけど、まあ、この BC 級戦犯が非常に多かったという、で各地でもって関係国で裁判されて、まあ、免罪もいっぱいあったらしいですけどね、いろんな立国によってですけどね、不良の虐待を何だというのがあって、まあ1000名近くが死刑に処刑されている。でこの A 級戦犯に関しては、この46年の5月から48年の11月に極東国際軍事裁判というのが行われて、通称東京裁判ですね。で、行われている形で、A 級戦犯の指定を受けたものが28名で、これについてはいろんな問題があります。でまあ、東京裁判に関してさまざまな研究所がいっぱい出て、今見直しもいろいろな形で出てますけれども、あんまりですね、言う気になれないんですね。これね、なぜならば、これはですね、日本のこの戦争責任を指導者の戦争責任を問うというとした東京裁判に関しては、最大の戦争責任を問われるべき人間が責任が不問になっている、うん、逆に言うと、つまり天皇の責任を不問にするためにこの裁判があったという側面があるんです。だからこの東京裁判で戦争責任を問われたね、永久戦犯たちはですね、天皇に責任を及ぼしていいのかという一言でもって、みんなですね、弁明せずに死んでいくという形を取られているんですね。だから最初からこれ茶番じゃないかって言ったら茶番なわけです。例えば東条英機がね、裁判の途中でもって有名な話ですけどね、大日本帝国のね、官僚軍人のね、天皇陛下の命をね、受けないで勝手にね、国家の重要事項を実行するなんてことはありえないって言った、当たり前のこと言ったわけですよ。そしたら真っ青になっちゃったわけですよね。だから紀伊直弼として裁判官がそこで発言をストップさせてね、それで東条英機を翌日から説得に回らせたんですよ、これね。そしたら東条英機は天皇の命令を受けてやらなければ国家の大事な事項に関してはですね、決めやれるわけがないって言ったわけですよ。そしたら裁判が止まっちゃうんですよ。それで裁判長が既読を一に命じてね、同じ戦争責任と問われて菅原不実に入って既読を一に命じて東条にそんなこと言うなんて説得させたんですよね。で次に出てきた時にはですね、あれは建前であって実際は違うっていうようなことを言ってね、という茶番なわけですよね、はっきり言って。でそういう点では最初はおかしいわけだけども、つまりこれは何かね、天皇の政治的に日本政権を問えということに関してはイギリス、ソ連、中国は非常に強かったわけだけども、これは実際には占領を行っているアメリカの単独占領というのを形を取るために天皇に戦争責任を及ぼすような形になった場合には占領政策が、非常にですね、これね、大きなですね、痛手を受けると
いや、アメリカの非常に強い意向のもとに、まず戦争的には不問にされた。だから大事な事項は天皇臨席の御前会議で全て決められているわけですよ。で、まあ、前々回からずっと強調しましたけども言いましたけども、御前会議で天皇はほとんど発言はしません。ただし、ね、天皇臨席の御前会議の前に大本営のメンバーや政府のメンバーと天皇は密接な打ち合わせをして、その上で御前会議に臨んで、御前会議は発言しない、天皇に代わって枢密院議長が発言するという形を取ってるわけですよね。だから発言しないからですね、これね、責任を持つね、ね、問わないということはできない。で、責任はほとんど大本営の参謀、特に陸軍に集中しました。で、これは天皇よりその側近がですね、これ、いわば敗戦後 その東京裁判をめぐるね、いわば発言の中で、全ての責任は陸軍、特に東条に追いかぶせると。直下ぶせればいいっていうことをはっきり言ってるわけですからね。つまりこれはあの資料のですね、これね、2じゃなくて こっちの資料ね、一番最後のページに書いてきましたけども、これ見たっておかしいでしょ。極東国際軍事裁判で死刑になったのは、公死刑になったのは東条英機、広田幸喜、松井雄安、板垣征四郎、武藤明、土井原健二、木村平太郎ですね、これね。これは文官の広田幸喜の同意とは全部陸軍軍人ですよね。じゃあですね、これね、終身禁錮になった中にですね、これね、もう見ると、これもですね、これね、まあ、日野公一さんの官僚ですけども、官僚もいますけれども、ほとんどが陸軍で、なんかね、海軍はわずかにですね、これね、島田重太郎と岡田和美、この2人が終身禁錮になってますね。から、軍令部総長の長野さんはですね、裁判中に死んでますから、海軍で戦争責任と言われているのは3人だけと。こんなバカの裁判になってるわけですよ。なんでバカげてるかって言ったらね、太平洋戦争っていうのは海軍がやらなければ戦争できないわけですよ。当たり前のことですよね。日中戦争は陸軍がやってるんですよ。だけど海軍が兵員も物資も輸送しなければアメリカとも戦争なんてできないわけですよ。海軍が主体となってやってるわけですよ、太平洋戦争って。特に41年以降の戦争ね。でこれでね、海軍軍人が一人もね、で陸軍ばかりなんですよね、こういう責任を取らされる、こんなことはありえないわけです。で、帝国海軍はね、進歩的であって戦争にも反対してたのに、バカなことを言うやつがいるけどね、海軍が積極的にやらなければ戦争にならなかったわけです。で41年以降は特にですね、これね、いわば、パールハーバー以降のスナイルとね、米英との戦争は海軍が主力ですから、海軍が やるって言わなければ絶対に戦争にはならなかったわけですよね。だからこれだけ見たってこの裁判がいかにおかしなものか、ね、つまり天皇及び海軍首脳が全部戦争責任をめぐって陸軍に全部しょっかぶせた、こういう結論ですよね。しかも、これね、トバッチュークって、軍艦の広田航基なんてのが公式権になってますけどね、公式権になったら全部陸軍軍人ですよね、それ以外は。で、みんなですね、これね、何らかの責任を忘れてるわけです。例えばですね、これね、板垣征四郎はこれですね、満州事変の中心人物だということによって問われてるわけですよね。で、そういう点から言うとですね、日中戦争の時の話、に例えば南京大虐殺の、ね、責任を問わされて松井岩根がです ね、中国側の強い意向によって処刑されていると、こういう形で、ね、陸軍からです ね、いわば
いろんなです、ね、虐殺事件とかなんとかのです、ねね、問題をめぐって陸軍からその責任者がです、ね、いわば死刑にされているとこういう形をだから非常に不合理なものであって例えばです、ねこれね、武藤明というのはです、ね、これに関しては相当強く批判的批判をしてますけれども最終的に彼らがです、ね、東京裁判でねいわば、最終的には弁明せずに黙々と死んでいったのは何かといったら天皇に責任を負わせるのかという人です、ね、だから彼らが処刑されたのは現在の天皇の誕生日に処刑されているわけですよね。本当はお前の親父も、ね、一番あれなんだけど全部こいつが責任を負ったんだよということに関して現在の天皇明仁の誕生日12月23日に御試験になっているでそういう点でこの裁判というのが非常に政治的であり非常に変更したものであると思いますからあまりですね、ね、まともに、弁明がどうな根拠だとかね勇気はないとか、ね、からもっと不合理な点を言えばこれはですね連合側もそれこれはね、まあ、不良虐待云々かんかんが戦時国際法違反っていうんだったらね広島長崎への原爆投下とか東京大空襲とかですね、こうね非戦闘員もですね、こうね数十万人もですね虐殺するようなそういった残虐行為が国際法違反じゃないのかって違反ですよね。一切不問に付されるわけですね。これね。まあ長崎一部隊なんていうですね、こうねいわば満州国や中国戦線でですね、こうね最近戦や独発戦やって。3000人と言われる中国人不良はロシア人不良ですね、ね生体解剖したというね、生体実験で殺したという、こういうですね、南西部隊に関しても、これ全部免責ですよね。石井四郎をはじめとして、南西部隊の関係者は全部免責です。で、これはなんと引っかえに免責したかったアメリカ CIA に全部その情報を人体実験を含めた、最近戦を含めた情報を全部提供するという形で面積される。さらにはですね、これね、約60万人、本当は100万人ぐらいいたんじゃないかと言われるソ連が行ったシベリア抑留も一切これはですね、責任が問われない。で、こういう裁判をやってるわけですね。でも、一応これでもって、いやまあ戦争責任に決着をつける。早期に決着をつけないと次には進めないというつまり48年の段階っていうのはこれはね48年の11月に決心しますけど48年の段階っていうのは中国における国共内戦がほとんどですね共産党の勝利が確定していく時期なんですね。ここにおいて日本の戦争責任の問題をですね、いつまでも引きつけてるわけにいかない。ここで決着を一段落つけさせて日本を、ね、極東の、ね、における環境の防波堤にするんだという占領政策の転換があってここでもってその、ね、48年11月に早期に裁判決着付けさせる、ですから、よく勝者の裁きと言われますけども、ね勝者の裁きというよりも本当にアメリカの一方的な都合の中でこの裁判というのが行われたということとつまりここでもって GHQ というアメリカの意向と日本のですね、いわば国体同時派とのですね、が妥協の産物として全ての責任がですね、ね軍部特に陸軍に押し付けられるという形でですね、ね終わっているということです。から、次に3ページのですね、読むところで日本国憲法の制定というとで日本国憲法の制定に関しては、現在憲法改正というのが非常に大きな問題になりつつありますけども、まあ憲法の制定過程から見ればね、僕はこの憲法は押し付けられた憲法なんですよ。いいか悪いか別にしてね。だって日本側で憲法をせん
ちゃんとした民主的な憲法を制定するです、ね、能力が日本の政治担当者になかったんです。で、憲法制定の過程に関しては大日本帝国憲法を改正する必要があるというのはすぐに受験地球から日本政府に伝えられます。45年の10月、白原喜十郎内閣がこれを受けて憲法問題調査委員会をですね、作りました。で、委員長は国務大臣の松本丈司で、松本丈司が中心になって松本案というのが作られているんですね。これは、46年の2月に、憲法改正要項としてまとめ上げられるという。で、この 松本案は大日本帝国憲法の修正というような、憲法案だったわけですね。で、つまり天皇主権と国体護持を基本ということですから、そういう点でですね、これね、GHQ がこの松本案に関しては、イスラム政権の精神に合わないという形でもって、この案を受け取りを拒否したわけです。で、さらにそのですね、2週間後にですね、GHQ 草案というのが政府に出る。で、ですから、この GHQ 草案をわずかに変える形でもって、いわば現在の憲法ができているわけですから、そういう点から言えば、日本側が自主的に憲法改正案を出したところを GHQ に2秒もなくですね、拒否されて、わずか2週間でもって GHQ 草案がまとめられて、そして支持払い内閣にですね、手渡されるという形を取った。で、GHQ 草案は欧米憲法とか憲法研究会、これは日本側の進歩的な憲法学者が作ったね。で、憲法草案要項を参考に民政局が、GHQ の民政局が作成したといわれる。で、この GHQ 草案にごくわずかな修正を加えて、支持払い内閣が公表したものが、46年4月に公表したものが、帝国憲法改正草案要項なんですね。で、これが、いわば、審議されるという形になります。で、ところで、このですね、このね、支持払い内閣が、この、現憲法とほとんど変わらない、ね、憲法草案をです、ねね施行した、見せた松本案が拒否されて、その後に GHQ 草案が施行されたときに、白原は英文はもう日本語以上にすごいですから、待ってみて、すごく受け取りに難色を示したのに関して、有名な話があるわけですよね、これね。露骨に言えばね、もう一回原発を伝えてもいいのかという脅しをされたということです。だから、この4月の段階で、これは微妙なところですけどね、先ほどな、その、東京裁判というのが始まってるわけです。始まるわけですよね、5月から。で、4月の段階で、このね、自然らがこの、ね、この GHQ 草案、帝国憲法改正草案要項をまとめて審議しなければ、要するに天皇の戦争責任が問われかねないわけです。5月から裁判が始まる。で、4月には、ね、いわば永久戦犯容疑者が確定するわけですね。この時に天皇を入れるという要項は、会議理事会の中では優勢なんです。アメリカ以外はですね、入れろという。で、そういう中で、いわば天皇は国人に対する権能を一切持たないというですね、で、そういう憲法を、つまり、この現在の日本国憲法というのは誰が発議したのか。大日本帝国憲法の修正という形を取ってますから、昭和天皇が発議してるんですよね。だから、天皇に発議させろということなんです。つまりそれじゃないと天皇は戦争責任問われていいのかということが問題になってるし、だからこれは昭和天皇の強い意志があるわけですよ。
GHQ 草案が出てきて、これはね、これに基づいていわば天皇の発議発議して、そして枢密院を審議して、帝国議会を審議して、日本国憲法というのが制定されたわけです。国府されたわけですね。だから昭和天皇が発議するという形をとって、いわば、天皇が国人に対する権能を持たないという形のものを自ら発議するという形をとるということが、天皇を免責する上にあって絶対必要だという形でもって脅しをかけられた。この結果として岸田も飲まざるを得なくて、この帝国体制の法案というのがまとめ上げられるわけですが、あとほとんど部分的な修正、もう本当にごくわずかな修正、丸のみですよね。だから押っつけられたんです、間違いなく。押っつけられたものがすごく良かったという話で、バカな話なんですよね。だけど逆に言うとね、天皇は国体を保持するためには GHQ およびアメリカ軍部のですね、いわばバックアップが絶対に必要だ。将来にわたって日本の国内において共産革命を防止するのは、防波堤になったのはアメリカしかないんだから、天皇制を維持するためにはアメリカと組む以外ないというですね、選択をしているわけですよ。だからこのいわば日本の戦後っていうのは、ある意味で言うと、なぜ現在までこういう形でね、戦後70年以上もアメリカ軍が占領軍として残っているのか、日米地位協定のようなですね、不平等条約がなぜですね、こうね、まかり通っているのかという問題は、日本の国体保持派が新たな国体を保持するためにアメリカ軍を引っ込む、国体を保持する武力としてアメリカ軍を引っ込む、 GHQ を味方にする、そのためのですね、一つの布石として日本国天皇の人間宣言もあれば日本国憲法の受け入れもあったんだということが歴史的な事実なんですね。でそこにおいてもこれはですね、もう一回次の時に敗戦後占領政策の中でこのことやってると、またいろいろ言われそうですけども、天皇がどういう役割を果たしたのかという部分に関しては、一回きっちり話さなきゃいけないと思うんですけどね。最近、まあ、昭和軍が亡くなって以降、いろんな問題がはっきり側近なんかが発表しやすくなったでしょうか、いろいろ出てきてますから、かなり研究が進んでますから、そういったことも踏まえてやりたいと思いますけども、今言えることはとにかく昭和天皇の強い意志がここに関わってると。天皇が発議した。だから逆に言うと自民自由民主党というのは改憲ということをですね、党勢として掲げて決闘された政党ですけど、なんで55年体制がずるずる続いてた憲法改正というのはね、問題にならなかった、現実の問題にならなかったかって言ったら、天皇が生きている以上変えにくいわけですよ。わかりますね、言ってるのね。だから天皇が死んで以降の昭和天皇がいなくなって以降が本格的に改憲というのが問題になってきてるんですね。で最もそれに現在の天皇は反対しているわけですよ。ここね、元に戻すのかというわけですで、そういう点が余計なところですけども、ただですね、これはね、この GHQ 数に押し付けられて、ごくわずかな修正しか加えずに、これが土台になって、枢密院にかけられ、それが通って、帝国議会にかけられて、第90回帝国議会で審議されるという形になるわけですね。46年の6月から10月です。ところで46年の4月に第1回男女普通選挙に基づく第1回の衆議院選後最初の衆議院選挙が行われております。ですからここでの衆議院審議はですね、これね、20歳以上の男女の普通選挙法に基づく選挙によって選ばれた39名の女性代議士を含むですね、ね、衆議院で、審議されているんだというところがあるんですね。でここで、いわば国民主権とか生存権などの規定が条文中に追加されているわけです。だから、完全に押し付けられたものをそのまま認めたということではなくて、新しい議会の中で審議して条文は追加されている。特に
基本となる国民主権の、ね、明確化とか生存権など新しい社会権が条文中に追加されているということはですね、やはりこれは、新しい議会が主体的に決めたという部分もあるんだという、骨格は押し付けられているんですよ。でただ余計な修正も決まってるわけですね、これね。第9条2項に、つまり9条2項というのは戦力を保持しないというやつですね。国際紛争の解消者というのは戦争を起きして、そのためにはですね、これね、戦力を保持しないというのがある。その条文に全項の目的を達するためっていうのが入ってます。これが有名な芦田修正ってやつですね。芦田仁氏がこれを入れたわけです。だから全項の目的、国際紛争を解決する手段としての軍備じゃなければ、つまり日本のですね、これね、国土を守るための自衛力であればいいんだという修正がここに入ったわけですよ。全項の目的というのは、全項の目的というのは国際紛争を解決する手段として軍事力を保持しないんだわけですね。だからそれで 国際紛争を解決する手段として戦争を放棄するというのがあって、2項がそのために軍事力を保持しないというのがあったんですけど、そこに全項の目的を達するためというのは国際紛争を解決するためにの軍事力は持たない、ただし自衛のための軍事力が持てると解釈できる部分をここに突っ込んだわけですね。これがゆくゆく自衛隊が存立する法的な根拠になっている。で、これが芦田修正ですね。で、こういう形で文言が追加されてますけども、とにかく新しい議会の中で、まあ、衆議院と貴族院でもって審議されて文言が追加されて、間違えて46年の10月3日になってますけど、11月3日ですね、ごめんなさい、申し訳ない。でその次も47年の5月3日です。丸5のところで括弧が46年10月3日になっても11月3日で、その次が47年の5月3日ですね、四国ですね。でつまり大日本帝国憲法の改正手続きに基づいて制定されたんだと思うんですね、17年ね。だから要するに大日本帝国憲法、天皇主権で天皇は統治権の総乱者というような、天皇主権であるというような、で後半の天皇大権を決めている、そういうですね、これね、それから基本的人権を法律で宣言できるような、そういうですね、大日本帝国憲法の骨格が全面的に変わってしまうわけですね。だからこれは改正ではなくて新憲法制定なんだということで、これを改正手続きを取ってやるのはおかしいって言って反対したのは貴族院では、ね、見延辰樹だけなんです。これは一つの見識です。つまりなんでこういうことを言ってるかというと、またまたね、今の日本国憲法の修正という改正という形を憲法の骨格が変えられようとしてるわけですね。つまり軍隊を持つって言ったら変わるわけですよ、憲法の骨格がね。もし安倍が主張するような自民党総案がそのまま成立すれば、憲法の基本的な骨格が変わるっていうのはですね、憲法修正ではなくて新憲法制定の、通常は革命とかそういうものじゃなければ起こらない。でこれをですね、これね、前の憲法の修正という形で手続きをやるっていうことは法理論上ですね、これね、不合理だって言って批判したのはですね、これね、民間では佐々木総一であり、そして貴族院議員ではですね、これね、でただ一人反対したのは見延辰樹だけなんですね。でこれはやっぱりおかしいわけです。これ第四帝国憲法の改正という形で天皇が発議して、天皇自らが主権を放棄するなんていうことを、天皇自らが発議するなんていうこと自体が、通常は改正ではない、新憲法の制定だということが当たり前のことであって、こういうことをやってますから、現在ですね、自民党の憲法草案が出てきたときにね、これは憲法改正じゃなくて新憲法制定なんだから、これはねダメじゃないのと、憲法改正の手続きだって言う議論は当然あるわけだけども、日本国憲法だって改正でやってるんだぞということになってるわけです。
で、一応だからこの第2